はい、こちらは新型プリウスの U グレードといってですね、キント専用のグレードになります。こちらかっこよかったですよ。どういうこと。押したら非常時に開くんです。鍵を持っとったら。いや、鍵なくて。え、何もなくて。ああ、そうか、鍵持っとったら開くんだ。バッテリー上がりの時にはこうやって。へえ、わかりました。はい、また後席のドアの開け方はちょっとこれドアのあれがないですね。このようなドアのあれがないので、実はですね、こちらですね、こちらに、ボタンがありますので、こちらをキュッとしますとですね、このようにここにですね、引っ掛けがありまして、こちらのボタンをこうこんな感じ、これを押すとロックが解除されますね。こちらでですね、開けることができるようになっています。そしてリアですね、リアのウィンドウスイッチはこちらになっております。リアのドアパネルはご覧のようになっております。はい、天井周りなんですけど、こちらを押すこと、あ、これ先進的、うわすごいな、これ先進的ですね。これタッチ操作、静電タッチ式のですね、ライト周りとなっていて、こちらタッチするとこのようになんかシャンデリアみたいな感じのライトが助手席ですね。あとこれドアですね、ドアに連動してライトオンオフ、これも静電式。そしてこれ全体ですね、こちらと後ろもこちらですねあります。後ろもそちらのボタンでですね、押すことによって後ろの助手席側と運転席側に操作することが可能となっております。はい、あとですね、 SOS ボタンですね、緊急時のコールセンターに電話ができるボタン、こちらもこちらに装備となっております。はい、それでは今回はこちらですね、新型プリウス、いやこちらのグレードは結構かっこいいです。こちら U グレードと言いまして、キントのグレードになっております。こんな感じですね、キントなので、特徴的なのはこちらのホイールがですね、アルミキャップのマットグレーのホイールになるんですけど、見た目がこんな感じでかっこいいですよね。それでは試乗に行っていきたいと思います。レッツゴー。あと細かいところで言いますと、こちらがですね、ブラックの無塗装のパーツになっております。ライトもこのようにですね、デイライトがとても先進的なデザインとなっていて、もちろんですね、 LED のフロントヘッドライトとなっております。ちょっと乗ってきます。これはい、リアもご覧のようになっていて、特徴的なのは U グレードの特徴、こちらがですね、ブラックとなっていて、艶消しですね、通常のブラックのあれとなっております。こちらがですね、Z グレードになりますと、艶ありになります。そしてリアのテールはですね、ご覧のように、一文字のテールとなっております。はい、それでは乗っていきたいと思います。はい、こちらは U グレードとなっております。U グレードでございますので、この辺の加色はサテンメッキとかされずに通常のブラックタイプとなっています。ウィンドウスイッチ周りもこのようにですね、ブラックのむき出しのタイプとなっております。ドアパネル周りはご覧のようになっております。はい、シートの調整もですね、ご覧のように、指導式の、タイプとなっております。はい、まず運転席周りはご覧のようになっていますが、まず調整しなければならないことが一つ見つかりました。それはこちら、今私のちょうど運転席の目線なんですけど、メーターが見えません。こちらちょっと見えるようにハンドルの位置を調整していきたいと思います。位置の調整はですね、ハンドルの左奥にこのようにレバーがあります。こちらを下に下ろしますとロックが解除されますので、上下できますので、ちょっと見やすいようにちょっと一番下で運転してみましょうかね。一番下にしますと、ご覧のようにですね、メーター類が見えるようになってきます。こちらはですね、ちょっと賛否あるかと思いますが、皆様、またですねコメントにて教えてください。それでは行ってきます。はい、まずこちらはですね、プリウスの U グレードといってですね、キント専用のグレードとなっております。車両本体価格は299万円、そして、こちらの車両はですね、プラチナホワイトパールマイカが、33,000円、あとパナラミックビューモニターを124,300円、あとフロアマットですね、純正のプリウスのフロアマットが装備されていて、合計価格が3,181,400円となっている車両となっております。ちなみにプリウスのサイズはですね、全長がですね 4600mm、 そして全幅が 1780mm、 全高が 1420mm となっております。乗車定員は4名となっております。ちなみに U グレードの、エンジンはですね、 1.8 リッターのエンジンとなっていて、燃費はですね WLTC モードの、モードで 32.6 となっております。
最高出力が109馬力プラス109馬力エンジンとモーターですね。そして最高トルクが142ニュートンメーターとなっております。このデジタルメーターが見やすいようにハンドルはちょっと低めにして、あとですねシートの方をですねちょっと上にしたらちょっとこう見えるようになりますので、こちらでちょっと運転していきたいと思います。こちらはですね好みによって調整が必要かと思います。はい、ちょっと加速ですね。はい、通常の加速は問題なく加速されますね。エンジンも 1.8 リッターのエンジンとなっていて、こちらのプリウスになれまして新しくエンジンの部品などもすべて刷新されたということで、新しいシステムのハイブリッドシステムが搭載されております。はい、まずハンドル周りの説明なんですけど、左側がオーディオ支援系ボリュームですね、こちらの上げ下げであったりとか、こちら音声認識機能のスイッチであったりとか、あと電話ですね、あとこちらあのディスプレイオーディオの中が設定が可能となっております。はい、続いてハンドル右側のボタンは運転支援系の操作スイッチとなっております。こちらのスイッチ、見て、分かるかと思いますが、私の乗ってるクラウンスポーツや、クラウンクロスオーバー、あとアルファードと、だいたい操作の位置が一緒なのはいいですね。セットするにはこちらでセットですね。あとは、セットしましたら車間距離の設定はこちらですね。こちらをしますと車間距離を、4段階で、設定が可能となっております。またキャンセルしたいときはこちらのキャンセルボタンを押すか、ブレーキを押すことでクルーズコントロールのキャンセルが可能となっているといった感じとなっております。またレートレーシングアシスト機能、こちらをオンにしますとですね、レートレーシングアシスト機能がオンになったことは絵でわかるんですけど、こちらでオンオフが可能となっております。またラジオや FM、AM、あと音楽、テレビなどの確認の変更はこちらで変更ができるようになっていると。こちらが運転支援系の操作系のスイッチとなっております。はい、ちょっとここで1回セットしてみますね。はい、このボタンを1回押すだけで、セットが完了ですので、基本的な高速道路やバイパスでお使い、してもらうといいんですが、例えば渋滞の時などもですね使用すると、結構便利な機能となっております。はい、こちらが新型プリウスの U グレードというグレードになります。結構ですね、車ごたんみたいな車になっていてかっこいいですね。こんな感じですね。はい、先進機能もですね、かなり進化して今ですね、通常のこういった直線道路を走行しておりますが、レートレースですね、この車線の中央を走ってくれる機能なんですけど、中央ですね走ってくれております。このビューのボタンを、こちらがですねパノラミックビューモニターが搭載されていますので、こちらを押しますと、ご覧のようにですね、車両情報から見た映像を確認することができますので、駐車の時もしくはですね、走行中にこの自分の自社が中央にちゃんと走行しているかどうかいう確認をですねすることができて、こちらも便利な機能となっていますので、迷われる方はですね、ぜひおすすめしたいオプション機能となっております。こちらを押すたびに、戻ったり、パノラミックモニター、こちらがですね情報から見たような映像と、こちらが前方のカメラになります。もう一回押しますと、こちらのちょっと拡大したような図になりますし、もう一回ここを押しますと、こちらがちょっとアップするような状態になっております。あ、これはちょっとクラウンとかと違いますね。はい、ちょっと気づいたんですけど、この中央より右を押すと右、そして左を押すと左をアップできるんですね。いや、これはちょっと初めて気づきました。すごいですね。はい、ご覧のようにこれちょっとカーブでも車が真ん中に行ってるかどうかを確認しながらですね、走行することができる、こちらパノラミックビューモニターとなっております。はい、エンジンのスタートボタンは、こちらにあります。はい、パノラミックビューモニターのボタンはですね、統一してほしいんですが、プリウスの場合はこちらハンドルの左奥、ちょっと目線ではちょっと見にくいんで、慣れたら分かるんですけど、正直最初は分からないですね。この辺にクラウンとかですねあるんですけど、プリウスの場合はこちらにボタンがあります。あとウインカーはハンドルの、これは共通ですね、右側となっており、あとライトは基本的にオートとなっております。ライトつけたいときはこちら、ライトをスモーズにしたいときはこちら1回、そしてライトを消灯したいときはこちらで長押しになります。はい、今ちょっと渋滞でございますので、クルーズコントロールを30キロでオンにしてますと、ご覧のようにですねゆっくりゆっくりですね前の車に追従しながら、前の車がブレーキを踏みますと、このようにですね停止しかけるけど前の車に追従しながら走行するといったとても便利な機能となっていますので、皆様安全確認をしながらですね、ご自身の責任でうまく利用して安全運転を心がけてください。はい、こちらの賛否両論あります、こちらのメーターなんですけど、私今ちょっと初めてですね新型プリウスを乗ってるんですけど、これはですねヘッドアップディスプレイと、メーターの両方がですね兼ね備えていますので、これ意外とこれ慣れたらこちら見やすいかもわからないですね。通常でありますと、ちょっとこの下側にメーターがあって、ヘッドアップディスプレイがガラスのところにありますので、ね、視線を両方移動しながら確認しながら運転して、まあ、最低限の必要なデータはヘッドアップディスプレイで速度とかクルーズコントロール系の情報はそちらに表示されますが、こちらが全て集約されていますので、これ慣れたら
見やすいような気しますね。そしてもうちょっとこう見やすい角度とか位置とか、こうちょっと今明るい時はちょっと見にくい感じはしますが、夜とかは視認性が良いと思われます。またこの大きさがもうちょっと大きくなったり、ちょっと角度を変えたりとかなるとさらに見やすくなるのではないでしょうか。今後の進化に期待したいと思います。はい、ちなみに燃費もめちゃくちゃ良くて、カタログ燃費は 32.6 となっています。でこの車今ですね、何もしない状態なんですが、試乗車でなんとなんと燃費が20キロ超えの 22.3 キロということで、実際にですね、実際に乗るとかなり燃費も伸びるのではないでしょうか。実燃費が 22.3 に近い状態となっております。はい、そして、オートハイビームのオンオフのボタンは、こちらになっております。あとこちらですね、ライトのショートですね、こちらで、5段階、調整が可能となっております。車内の走行する時の静けさなんですけど、かなり静粛性も上がってますね。タイヤの音が若干しますが、今速度50キロのところをちょっと45キロぐらいで走行しておりますが、静かですね。かなり静粛性もかなり格段にアップしているといった状態になっております。あとハンドリングもですね、割とどちらかというとこうスポーティーな感じになっていて、このステアフィールですね、この遊びも、クラウンとかと比べると少なめの、ちょっと重めでスポーティーな感じに仕上がっているので、ちょっと個人的な好みな感じですね。はい、またですね、エンジンのかかる割合もとても少なく、これ今アクセルを離したんですけど、ご覧のようにすぐですね、充電モード、タイヤから電池に今充電しているモードですねになりますので、こういったところでどんどん燃費が良くなる構造となっております。こちらがですね、プリウスのデジタルメーターになっております。いろんな情報がここに集約されているといった感じになっております。はい、あとメーターの照度の設定はこちらになりますので、こちらの左で下げたりとか上げたりすることができますので、上にこちらをしますと照度、今一番明るいモードなんですけど、下げますとこちらがこのように下げることが可能となります。さらにこちらのオドトリップを押しますと、このように A、B、全体の昇降方位といった風に変更が可能となっております。ETC の挿入位置はハンドルの右奥、そしてガソリンの給油口の蓋を開けるボタンは右奥、そして左側には C の 100V を使いたいときはこちらを押してですね、電源をお使いください。ボンネットはこちらですね。ちょっと分かりにくいんですけど、こちらですね、これを左にこうすることによって開けることができます。はい、こちらが新型プリウスの 1.8 リッターのエンジンとなっております。ガソリンの給油口の蓋はこちらを押すと、はい、ご覧のように開けて、レギュラーガソリンとなっております。普通のガソリンで OK です。はい、結構今カーブだったんですけど、結構レートレーシングアシスト、完璧なほど、そこそこきついカーブなんですけど、カーブ効いてますね。この辺ちょっと車線がないんで聞きにくいかと思いますが、でもまあまあカーブ効いてますね。この辺の進化は素晴らしいですね。はい、このようでは右カーブでも問題なくレントレースされております。あと乗り心地もですね、 U グレードとなっていますので、一回り Z グレードなどと比べると小さいホイールが装着されていますので、タイヤのですね、ホイールが小さくなっていますので、ゴムの部分が大きくなってますので、乗り心地も結構しなやかで、乗り心地としてはこちらの方がいいような感じがいたします。はい、続いてエアコン操作パネルはご覧のようになっていて、こちらもですね、最近のトヨタ自動車のですね、大体同じような共通な操作方法となっていますが、説明していきたいと思います。まずエアコンのオンオフはこちらでオフになります。基本的にはオートで自分のお好みの温度に設定しておけばですね、問題ないかと思いますが、こちらでオンオフができます。風の調整はですね、こちらですね、こちらで上げたり下げたりすることが可能となっております。あと風向きですね、風向きはこちらでですね、今足元と顔、そして顔、あとは足元とガラスというふうにですね、変更することが可能となります。基本的にはこちらのオートを押しておきますと、温度に合わせてですね、最適な風向きなどに設定してくれます。あとフロントの曇り止めをしたいときはですね、こちらを押すとフロントの曇り止め、リアの曇り止めをしたいときはリアの曇り止め、こちらですね、リアと、あとはですね、このサイドミラーの曇り止めがこちらになります。そして内気外気、こちらですね、こちらとこちらで、こちらが外気、こちらが内気となっております。エアコンですね、のオンオフはこちらになります。まあ、基本的に、もうオート、エアコンはオンで問題ないかと思います。はい、続いて下側ですね、USB ポートがタイプ C が2箇所ありまして、 Apple CarPlay などはですね、こちらを接続するようになります。こちらは充電専用となっております。その横にはですね、アクセサリーポートがご覧のように
装備されているといった形になります。ちなみにこちらのボックストレイの下側にですね、印がありまして、こちらの下を開けますとご覧のようにですね、ちょっと深めの収納トレイが装備されているといった感じになっております。また U グレードになりますと注意点としましてはですね、 Z などに装備されるこちらですね、シートポジションメモリーは装備されておりません。こちらのポケットはですね、 Z グレードになりますとワイヤレス横置きの充電が装備されますが、 U グレードも装備されませんのでご注意ください。内装の細かいところといいますと、サテンメッキがされてなかったりとか、はい、こちらのシフトの部分ありですね、こちらもですね、このようにサテンメッキなどの褐色がないような感じになっております。ドアパネルやウィンドウミラースイッチ周りも、ブラックで全て統一されております。こちらが Z グレードなのと、違った点となります。はい、新型プリウスの、シフトセンターコンソール周りのスイッチ周りはご覧のようになっていて、動作性に優れたシフトノブ形状となっていますし、また走行系のスイッチをこちらに集約することによって、より直感的にドライビングに寄与できるようになっております。またこちらにスマートフォンなども収納できる、収納スペースがあります。またドライブモードはこちらを押すことによって、ドライブモードをパワーエコと変更することができます。また EV モードはこちらで EV モード、そしてトラクションコントロールオフのボタン、そして電動パワーパーキングブレーキのボタンですね。基本的には使うことはないんですから、どうしても解除したいときはこちらを押しますと解除できます。パーキングをするときはこちらを引いてパーキングになります。またブレーキホールドボタンですね。こちらもシートベルトをすることでブレーキホールド機能を使うことが可能となっております。はい、シフトの使い方はブレーキを踏んで D にするときはこうですね。右にして下。P にするときはボタンを P を押すだけになります。バックにしたいときは右にして上側。でご覧のようにですね、パナロミックモニターが働いて、バックモードにすることができます。また走行中の D のときに、この下にしますと B と言いましてですね、エンジンブレーキを効かして走行するモードですね、坂道走行や雪道などですね、こちらで使うことができるようになっています。また戻すときはこちらに右にしてD にするといった感じです。駐車の時はこちらのボタンを押すだけになります。はい、あとナビ周りの説明なんですけど、トヨタ東京ドームに行きたい、東京ドームをお調べしました、1番目東京ドーム、2番目、はい、ご覧のようにですね、ナビで設定ができるようになっております。はい、続いてですね、オーディオはこちらでオーディオを操作することができます。テレビ、FM、AM、交通情報などをこちらで選択することが可能となっております。車と電話を Bluetooth でつなげますと、こちらを押しますとこちらで電話することができますし、こちらドライブ、エネルギーフローであったりとか、あとトリップインフォメーションですね、など確認することができます。そしてこちらですね、 T コネクトサービスを申し込みますと、例えば車内 Wi-Fi であったりとか、 T コネクトの設定、運転支援アップデート、あとですね、天気予報などを見ることが可能となっております。はい、あと、携帯との Bluetooth 設定などはこちらの設定モードからこのようなモードになりますね。こちらの Bluetooth などで、こちらでですね、設定をするようになります。はい、また地図に戻したいときはこちらの一番上の地図マークですね、こちらを押しますと、地図モードにすることができます。もちろんこちらの音声マークで音声で目的地を設定することも可能となっております。はい、また、バイザーですね、もちろん LED のランプもついてますし、助手席側ももちろん LED がついてますね。こちら U グレードもこういった電気がついてるのが嬉しいですよね。トランクの開け方はですね、こちらにですね、ご覧のようにボタンがありますので、こちらをですね長押しします。そうしますとロックが解除されますので、自動ではありませんがこのようにですね、開けることができます。プリウスのトランクルームはご覧のようにですね、結構広いですよ。これシートをちょっと倒してみますね。シートをこちらを倒してみますと、こちらでこのようにしますとですね、結構広いですね。ご覧のようにですね、タイヤがですね4つぐらいなら全然スタッドレスなどを運ぶ時も可能なぐらいの広さとなっております。はい、後席の助手席がですね、 AC150W の、コンセントが AC150W の電源があります。また右側にはライトですね、 LED のライトが装備されているといった状態になっております。閉めるときはもう手動でご覧のように閉めるようになります。そしてリアの後席にはですね、助手席側にドアポケットがありまして、センターコンソールの下側にですね AC100W と 1500W の電源が装備されております。シートの広さもですね、私のドライビングポジションで十分な広さがありますね。そして、注意点としてこちらのセンターコンソールですね、肘置きは、装備されておりません。こちらは U グレードとなっております。
ということで今回はですね、新型プリウスの納車されたら見る動画ということでですね、いろいろな基本操作編ということで紹介してきました。またですね、今後もこのような動画もどんどん上げていきたいと思います。それでは、皆様のコメント、チャンネル登録は動画作成の励みとなっております。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。